まもなく10時です。一般来場者の入場を開始しますので。ああ、もうそんな時間。皆さん、準備はいかがですか？はいはい、落ち着け落ち着け。厨房はスタンバイ OK だよ。接客班も大丈夫？了解です。では、ジャズそばどころささめ 2-3 支店、これより開店します。手作り肉まん、ただいま蒸し上がりました。元祖チョコバナナ、ただいまタイムセールで1割引きです。本家チョコバナナ、こっちはチョコ2割増しサービス中。溢れてます。これは我々も負けていられません。では、チラシ巻き舞台の皆さん、張り切っていきましょう。はーい。お蕎麦はいかがですか？ジャズの生演奏が楽しめるお蕎麦屋さんはこちらです。は、花ちゃん。おお、どうしました？それが開店からすっごいお客さんで、接客が追いつかないの。ごめん、チラシ巻き舞台から誰か借りられないかな。わかりました。では私が戻りますので。お願い。はい、竹一丁上がり、運んで。はーい。2番テーブルさん、竹一丁、お待たせしました。いただきます。おお、満席じゃないですか。すごいね、この座敷、本物の畳じゃん。なんか落ち着く、ゴロゴロしたいかも。お座敷も大好評じゃないですか。あ、花。ごめん、呼び込み舞台は一旦全員引き上げるよう言って。お客さん一気に入りすぎてさばききれてないから。お座席の居心地が良くて、なかなか席を立ってくれないってのもあるみたいだね。嬉しい悲鳴というやつですね。わかりました、呼び込みは一旦中止にしましょう。あ、だったら私が伝えに行くよ。それよりほら、花ちゃんはお店の方を仕切って。そうですか、ではよろしくお願いします。どうする？1回目のステージ、少し予定繰り上げて始めちゃう？じゃないと席が開かないかもね。そうですね、では始めちゃってください。ややちゃん、いける？厨房は回ってるから大丈夫。いくよ、花、なる。はい。ただいまより魅惑の生演奏タイムです。そばをすすりながらお楽しみください。落ち着け落ち着け落ち着け。私、落ち着きつつテンションマックスに上げるんです。練習通りにやればいいんです。なる、もっと胸張って。花、あんたはテンション上げすぎて暴走しないように。これぞ私が思い描いていた理想のお蕎麦屋さんです。ああ、お客さんがみんな楽しそうです。クラスのみんなも演奏メンバーも笑顔じゃないですか。よかったです、ここまで頑張って本当によかったです。と、まあそんな感じで大きなトラブルもなく、お蕎麦屋さんは大盛況でした。そうなんだ。ああ、演奏見に行きたかったな。
そんな暇なかったでしょ。お蕎麦を食べられただけでもよしとしなきゃ。うん、おいしかった。私もマチさんたちのステージ見に行きたかったです。そこには触れないで。え、ダメだったんですか？ううん、そこそこうまくいったよ。ねえ、なんかどんどんお客さん集まってきてない？ややちゃん、心臓がバクバクいってるよ。まあまあ落ち着きなって。っていうか、体育館で演劇部やってるのに見に行かなくていいのかな。どうやらこの入り、あなたたちのおかげみたいよ。なるちゃん、はなちゃん、ややちゃん。お客さんの声聞いてみて、みんな。これさっき面白い蕎麦屋やってた子たちの部だよね。楽しみ。やや先輩も出るんだよね。さっきみきよたちのバンドでドラム叩いてたの、かっこよかったね。そうだね。いろいろ頑張った甲斐あったな。クラスのお客さんとバンドのお客さんが両方集まってるみたい。そうだね。こんな想像もしてませんでした。嬉しいです。みんなのおかげです。よかった、よかったです。私実はクラスの方でいろいろやりすぎて部活に迷惑かけたかとちょっとだけ思ってたんです。バカ、何言ってんのよ。少なくともこの客入りはあんたがきっかけになったのよ。そうだよ、よさこい部もクラスも花ちゃんが頑張ってきっかけ作ってくれて、それをみんなが頑張って形にしてくれたんです。そう、そしてね、よさこい部はまだ形になる一歩手前よ。みんなさあ、練習の成果出して踊るわよ。うん、私たち3年生も負けないからね。はい、行こう、みんな。オッケー、ステージへゴー。お待たせしました。私たちよさこい部の踊りを皆さん心ゆくまでお楽しみください。それじゃ始めましょう。
すごい、完璧です。お待たせしました。それではただいまより高野菜を開始します。ファイヤーストーム、点火準備はいいですね。では、3、2、1、ファイヤー。うわぁ、なる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 。この、なに、火です、火です、火が燃えています。火、そんなにヒーヒー言わなくても、燃えてるのは見ればわかるから。ヤヤさんはクールですね。私は火を見るだけでテンションが上がります。ああ、ここにトライアングルがあれば鳴らしまくりたいです。おお、火の粉が美しい。あんた火遊びとかしてないでしょうね。まったく。まあでも、はい、こうしてファイアーストーム見てると、終わったなって感じはするけどね。うん？なるの目が潤んでます。どうしました、なる、火が眩しいですか？そうだね、火が眩しいね。なる、ごまかしてますけど涙目でしたね。終わっちゃうのが寂しいんですね。私もですよ。ね、本当に何もかも大成功で、本当よかったね。そうだね、信じられないくらいいろんなことがうまくいったね。はい、私こんなに楽しかったの初めてです。そうね、こんな成功の文化祭はなかなかないわよ。松さん、タミお姉ちゃん、お疲れ様。お疲れ様。私たちのよさこい部、すっごい評判良かったんだよ。ね、松ちゃん。まあ、私が関わってるのに評判が良くないなんてありえないけどね。ほんとそうだね。いや、そこで素直に肯定されると困るんだけど。えへへ、マチさん、タミさんの言う通りですよ。ほんと、この二人、いいコンビですね。タミの言う通りって？マチさんもタミさんも、ナルもヤヤさんも、私も、みんな最高です。最高のメンバーで作ったものが評判が良くないはずないんです。そうね、私もそう思う。私、最後の文化祭でよさこい部に入っててよかった。私もいろいろ大変だったけど、全部やってよかったと思う。ナルコ、まだ持ってたんですか？終わっちゃうの寂しくて。気が合いますね、ナル。あ、ナルコ、ハナちゃんも？はい、だってまだまだ踊り足りないですから。だからアンコールしましょう。さあ、火の周りで踊りましょう。さあ、皆さん、見てください、私たちのよさこいを。花、私も踊るよ。ややさん、ややさんもナルコ持ってきてたんですね。私も一緒に踊らせて。私も踊るわよ。ナルコは持ってきてないけど。あ、私も。じゃあ私がお二人の分も鳴らします。花
に踊ろう。全員集合。さあ踊りましょう。楽しいです。よさこい楽しいです。ほらもっとリズム取ってなる。うん楽しい楽しいね。おーねえねえよさこい部踊ってるよ。見て見て楽しそう。あみんな振りなんて適当でいいですからね。自由に踊りましょう。そうそうこういうのは楽しんだもの勝ち。なんか体が勝手に踊っちゃう。すごいすごいね。こんな気持ち初めて。夢みたいだね。火が舞い上がってみんなが踊って。ま夢なら夢でこういうのもありじゃない。そうですよ夢だっていいんです。そうです。これが私のずっとやりたかった私たちのよさこいです。今この瞬間私ずっと忘れません。大人になってもずっとずっと。さあ皆さんもっともっと私たちと一緒に踊りましょう。タンタンタンもっとさ想いを止めないで手を伸ばそう晴れた空へ飛び出そう。サンシャイン照らす街が踊り、音楽、魅惑のおそば、日本の文化祭、最高でした。終わって何日か経った今もまだ夢を見てるみたいです。さーて、文化祭の余韻に浸ってる場合じゃないですね。部活、部活。ねえねえ、花ちゃん。はい、何でしょう。私さ、田舎のおばあちゃんの着物もらってきたの。おお、それは素敵ですね。私も今度お祭り用に浴衣買いに行くんだ。なんと、文化祭の前はクラスで着物をお持ちの人はいなかったという話でしたが、これはもしや。
私も自分の部屋のコーディネート和風にしたよ。やっぱ和風っていいよね。やっぱりです。クラスに和風ブームが到来したようです。素晴らしいです。みんなで大和なでしこ目指しますよ。大和なでしこいいんじゃない。よし、目指そう。素晴らしい。これはやはりクラスの出し物が大成功したおかげでしょうか。だとしたら我ながら誇らしいです。あ、せっかく皆さんが和の心に目覚めたんですから、ここは一つ、あとついでに忍者も探しましょう。え、忍者？あんた、まだそんなこと言ってんの？え、忍者、ダメですか？少なくとも、クラスの子にいきなり忍者話するのはやめときなさいって、びっくりするでしょ？うん。忍者の話は理解してもらえませんでしたが、ひとまず、クラスの皆さんに和の心はしっかり根付いたみたいです。それより花ちゃん、新しい振り付けはできたの？ですね、まだ完成はしてないんですが。花ちゃんのアイディアはいつも素敵だもんね。楽しみ。タミさんが期待してます。例えば忍者の分身の術をモチーフにしてですね。私、分身なんてできないよ。ひとまず忍者から離れなさいよ。よさこい部の皆さんですよね。ん？そうですけど、何か？文化祭で見たよさこいがすっごくかっこよかったんで、ちょっと興味があって見学させてもらってもいいでしょうか？おお、大歓迎ですよ。花さんですよね。文化祭ですっごい素敵で憧れました。なんと、感謝感激です。オーケー、そこのあなたも今から一緒に忍者の振り付けを追求しましょう。忍者？だから忍者禁止。なるちゃん、花ちゃんの暴走を止めて。忍者の振り付けも面白そう。そうです、忍者もよさこいも日本には面白いことがいっぱいですよ。さあ楽しんでいきましょう。そう、本気で頑張れば大概のことはいつだって本当に楽しくなる。これが日本、私の大好きな場所。そこに住んでる大好きな仲間たちがいつも私にそのことを教えてくれる。だからずっとずっとみんなと一緒に踊っていたいです。